こんばんは、平井弘明です。今回はですね、シニアの方へ向けての動画を撮っていきたいと思います。内容としてはどのような動画にしていきたいかというと、年齢を重ねるごとに今までできてたことができなかったりとかですね、いろいろあると思います。ただ今僕もちろんシニアじゃないんですけども、なんでじゃあそういう理論を知ってるかと言いますと、まず第一に僕自身レッスンやっていてシニア層を見る機会がすごく多い、プラス前回動画でお話しさせていただきました自分の父なんかももうグランドシニアぐらいの年なので、年齢層が高い方を教える機会っていうのはすごく多いです。すごく向上心のある方ばっかりなので、ぜひその方たちへ向けて動画をやりたいというのが今日の趣旨なんです。なので今回ちょっとシニアの方向けに動画を撮っていきたいと思います。平井弘明のワンナップゴルフ。まずですね、いろいろとおさらいしていただきたいポイントがあるんですが、僕個人的に喫茶店でコーヒー作ってるんですけど、カウンターにいることが多いんですよ。カウンターにいるとゴルフやられてる知り合いのお客さんとかカウンターに来てゴルフの話とかするんです。の時に、平井プロもう体使って打ってもなかなか当たんないんだよってよく言うんですけども、年を取ってきて体を使おうとして打ってる方っていないんですよ。年を重ねるごとにどんどん手先になってくるんです、動きが。テレビに出てるシニアプロとか知り合いのシニアプロなんかで、体をこうやってターンさせて捻転させてって使ってるプロいます？いないですよね。いないんですよ。若い20代10代とかだったら体をすごい捻転させて体のバネで打つんですけども、もちろん僕もそうですけど、やっぱり年取ると体のバネって使えなくなってきて、結局大きい硬い動きしかできなくなってくるんですよ。それをうまくボールへ伝えないといけないので、いや練習行って体使って当たんないよ、それは当たんないんですよ。そういう動きがもうできなくなってきてる場合がすごく多いんですね。なのでそれが悪いわけじゃないんです。今できる動きを最大限使ってあげた方がいいので、その使い方ちょっとやってみましょうか。今シニアで活躍されてる方が若い頃の理論っていうのはもうこういう感じの理論なんですよ。もうリストターンで体の軸をぶらさないでバチーンって、こことここが擦れるようなこういう打ち方をしてる方が多かった。それはパーシモンのクラブに糸巻きボールを使ってるから、そういう動きをしないとボールが飛んでかなかったっていう理由が一つあります。今のボールは普通にまっすぐ構えてこういうスイングでも全然飛んでくんですよ、物がいいんで。でも今から30-40年前、もっと前なんかはやっぱりクラブの進化とボールの進化っていうのがまだなかったんで、何か自分で動きを加えてあげないといい球が打てなかったっていうので、体をこうやってグーグーって使って打つっていう感じではなかったんですよね。クラブのヘッドをすごい最大限動かして打ってあげるっていう理論だったんで、手打ちというかクラブのヘッドだけ綺麗にこうやってパチンって動かして打つっていう動作が多かったんです。ただそれ抜きにしてもやっぱり体がだんだん動かなくなってきて打つようになってくると、やっぱり道具をうまく使って打った方が効率がいいです。体使おうとするとどうなるかっていうと、かかとに重心がかかったりするんですね。それでグーッとバックスイングでかかとに重心がかかって、それを打つときに前へ出すとダフったりボールを巻き込んでチーピンが出やすくなるんで、そういう動きっていうのはあまり加えない方がいいんですね。動ける範囲の中でボールを打ってあげることが大事なので、どうしても理想に近いものを追い求めて打ってしまうと体をすごく使ってしまって戻す動作が怠ってしまう。そうするともちろんミスショットが出やすいので、それをなるべくやらない方がいいですよね。最初アプローチ感覚で打って、そのアプローチ感覚でちゃんと打てる動作がどれぐらいの大きさまで打てるかというチェックを一回やっていただいた方がいいです、ご自身で。そうすると今まで大げさに頑張っちゃって体を使っていたなっていうのが分かってくると思うんですね。自分の父なんかも結構体をこうやって使いたがるんですけども、そうじゃないんだよっていうことも言って、そうすると言った時っていうのは簡単に当たるようになるんです。やっぱりあ、こんな楽なんだって本人も言うぐらいなんで、真ん中に構えてクラブだけを体の軸に沿って動かしてあげるイメージですよね。こうやってこうターンさせてっていうふうには使わない、体
感じで教えてあげるとポンとすんなり当たったりするんで、もちろん飛ばしたいとか体を捻転させなきゃいけないんだっていう気持ちもあると思うんですけども、それよりも当たる当たらないがまず先行しないといけないので、当たってからそれに色を加えてあげた方がいいと思います。動ける範囲っていうのは、アドレスは普通の今まで通りのアドレスをしていただいて、ここからこの辺で結構体って誰でも限界来ると思うんですよ。でここからグーってバネみたいに絞って体を上げるんですけども、その時に無理にこうやってバックスイングを取ろうとしたり回しすぎると、やっぱりこっから体がこうやってブレたりとか、あとは右サイドがグーって伸びちゃったりする、これが良くないので、ここのクラブが地面と平行かちょっと上ぐらいの位置でなんとなくでいいです。体の少しの回転で打ってあげて、体を無理せず回してあげるぐらい。ここまで回ってなきゃいけないんだとかはあんまり考えない方がいいです。バックスイングの体の回すのって正面ほぼ向いたまま回るぐらいの方がいいです。右を向いてバックスイングあんまり取らない方がいいので、正面向いたまま上げられるとこまででいいです。なんでグリップが顔の横ぐらいでも十分です。そこから飛ばせる距離を飛ばしてあげることが大事なので、距離関係なくバックスイングはここだからって言ってバックスイングで上げない方がいいですね。最初は顔と顔の横ぐらいの位置をキープして、こういう風に打ってあげる練習、とにかく体に無理をせず打つ練習なんかがいい練習方法だと思います。そこから例えばもう何ヤード飛ばしたいんであれば、このスイングをあまり変えずに右手のボールへぶつける力を強くしたいことが大事なので、バックスイングを回したから距離が出るわけではないです。ボールへの衝撃が変われば距離が変わるっていうだけなので、それは気をつけてやっていただきたい練習方法になります。あとはですね、やっぱり無理しないことですよね。コース行った時のボールのライだったり、もちろん寒い日の気温との戦いもあると思うんです。なんであんまり動ける薄着とかですね、あんましないように、上着とか着るんだったら打つ時には脱いで打ち終わったらすぐ着るとかですね、あとはなかなかライが悪くて踏ん張れないとこでしたら、スタンス狭くして無理しないで出してあげる勇気なんかも必要かなと思います。では今回ですね、少しになりましたがシニアの方にとって少し参考になる動画となったらと思います。最後までご視聴ありがとうございました。